告白する方かされる方か、圧倒的に自分なんですよ。いやかっこいいな。どこからが浮気ですか。その子のことを頭で考え出した男めっちゃ簡単な質問です。これはちょっと一人一人好きなおでんの具はというターゲット1個か。1個で大根。ああはい、大根。石川さん、厚揚げ。もう大根ですね。もしはんぺん。どこも卵。白滝。こんにゃく。じゃがいも。これ結構ちょっと深い質問というか、これめっちゃ深いですよ。東京ディズニーランド派か USJ 派か。あさあ、じゃあ一旦これどっちかっていうのアンケート取り。行ったことないねんな。あ、ランドそうそう。北の方行くのに。え、違うの。何？北の東京タワーと海が中の。絶対行こうよ。行こうよ。行けんな。ユリバハの人。え？その裏切り者か。なんでよ、別に。外国のね。じゃあディズニーランドの人。うわあ。僕逆にユリバ行ったことない。僕もです。なるほど。タイちゃんはユニバ行って熱中症になってもう行きたくないらしい。はい。じゃあちょっとここは一気にかなりディープな質問いきます。今の仕事をしてなかったら今何をしているかっていう。ビームじゃなかったらと。はい。プロポーカープレイヤーやな。ガチでギャンブルだけで食おうとしますね。あ、それもと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 、あ、もうビーマンでしたよ。普通にやろうと思いました。ちょっと言ってたよ。一応この参加するやつは、プロのボーカー。プロのボーカー。あ、これ強いんですよ。めっちゃ構ってますよ。200万もらってんの。じゃあそんな純也君がビームじゃなかったら、僕は多分海外におったんでしょう。絶対そうやな。それは逆に言うと海外にいなかったら、コロナ以外で何か理由はあるんですか。一応ビームはあるんで。あ、もうシンプルに誘われたから行かなかったってだけですか。そうですね。それは完全に移住っていう意味で。まあなんかそれは分かんないんですけど、とりあえず行ってみて移住するかどうかみたいな決めようかなと思ってました。路上ライブとかでめっちゃ稼いでたから。何が一番稼ぎたいの。台湾でなので、まあ、ストラブ打たないから。時給5000。すごい。台湾って結構もらってるもんですね。それはこの人の平均月収が9万弱とか倍ぐらい取ったんで。ちなみにじゃあ台湾以外に行くって言ってたんですか。オーストラリアって言ってたんですか。オーストラリアに。そうなんですね。じゃあちょっともうビームすべての副社長に聞きましょう。これ確かにすべてじゃないですか。今人生のすべてをビームに注いでくれてるわけなんですけど、ビームがなかったらっていう時は何してたんですか。2つあって、まず1個は俺も海外でした。これは多分もうダナンに行ってました。好きです。飲食とかの一緒に開かないかみたいな話はもらっててたんだけど、そこはまあ、あ、これはビームだってなって、もう一個としては格闘家になったと思う。今、うわ、見てて羨ましいなって本当に思うのは、格闘家のチャンピオンになったりします。あれは自分にはできないよ、超羨ましいって唯一思う。一番最年少のパクちゃんと、だって自衛隊辞めて、はい、言うてもすぐビームやん。そうですね。でもビームが今なかったらって考えたらさ、多分アパレル店員になってたと思います。ああで、本当にアパレルの経験がコンビないので、そしてアパレルの経験を積んで、まあ、後々自分でブランドを作ってました。転職。いや、無理です。もう少し面倒見てください。うわ、そうなんや。でも意外とこれ知らないですよね。そうっす、みんな結構確かに。逆に大原さんのチェスは武田も海外で。そう、それこそ海外っぽいなとは。僕でも海外は考えてなかったんです。40で海外考えてたんで、40歳からもう日本出ようって決めてずっと今までやってきたんで。へぇ。じゃあ40になったらビーマンとか行くんですか。はい。そうなんすか。俺も行きますよ。それはだってもう自分で決めたことなんで。別にだって日本でも海外でもビームでは全員行く派でしたね、ほんで。社長、副社長も行くでしょみたいな。むしろ僕マジであと 2,3 年で日本固めて海外で事業作るつもりです。わかる。こんだけ前のマスもいいから一回勝負したい。ミスってもいいから、そのあミスったらどうしようみたいなのがめっちゃ震えるくないですか。生きてるなみたいな。え、逆に若い世代とかどうなの。今のケント君の海外
みたいな話を聞いた時に、行きたいです、めっちゃ行きたいです。あー、そうなんや、寝とったやつ。めっちゃ行きたいです。やっぱそこまででかいビジョンにワクワクする。全然よくわかんないですけど、これからあやってみてっていう。あー、でも一人で何かやりたいとかあんまないかも。なんかチームで勝ちたいとかすごいあるみたいな。リングがなくてもメンバーは一緒だと思う。誰とやるかってマジで重要やなって、それでしか考えてないから、うん、いやでもこれ5年後とか10年後とかにコラボとか見たらおもろいやろな。あいつの名前だったな。でも絶対やっぱお金を絶対稼ぐ瞬間がみんなの中で来ると思うのね。だからその時に絶対変わるから、本質が出るから、その時にどうなるんやろっていうのは、うん、じゃあ言うよね。個人的に俺は一番楽しみな。なんか、すごいいろんな人見てると思うのが、お金持って変わる人っているじゃん。もうあれってお金持ったから変わるんじゃなくて、お金持つと本来の自分が出てくる。だから周りでお金持ってめっちゃギンギラギンにするやつは、もともとそれが痛かっただけで変わってるわけじゃなくて、だからそれが見えるのがちょっと楽しみになる。じゃあ現実的に100万稼いだらさ、何したいかまず聞いてみよう。おー、だってその使い道をさ考えてなかったら稼いない。一回いいとこ住んでみたい。ああ、家なんだ。本当その契約期間だけでいいんで。パワーマンとかですね。元気は海外旅行とかいっぱい行ってみたいなって。全然行かないんで。経験にじゃあお金を使いたい。そうですね。父さん、家族を使いたいです。うおー、ほんま意識しますよね。いやな、ちょっと隠しちゃうか。そうですよね。自分って海外行きたいですね。海外で行きたいのと、別になんかブランドっていうそのギラギラしたいわけじゃないですけど、まあ、普通に単純に服が好きなので自分の好きな服を揃えたい。なるほど、はい、いいよね、なんかそういう好きなの揃えるな。じゃあ本番。はい、本番は何したい。いやー、僕100万ですよね。100万あったら僕も多分抱きたいもういやでも高級あれでしょ。いやでも本当に一回高級食べないな。まあでも一回本当にこれガチなやつ、一回お父さんにおごってよ。こう言って家族寝たせこいな。それは俺がお父さんなんだろう。お前やめてる。悪いとこも愛せるってなってるから、そこまでなんかこう口説いてきた人はいなかったんですよ。だからもう命預けようって感じですもん、ほんまに出ないもん、泣きそうなんで。